Hi, and welcome to my gate. Wow, hasn't it that been a long time? Well, the reason why is because I have jumped onto the bandwagon and also started playing RuneScape 3 for the last couple of months. But not only that, I've also started learning Japanese by watching a lot of anime and also via the learning platforms like Duolingo and Rosetta Stone. Because of that, I've decided to start uploading RuneScape 3 quest guides in Japanese. Because that was also one of my reasons why I started this YouTube channel back in 2010, so I can practice speaking English some more. But since I'm now studying Japanese, I want to try and practice some more Japanese speaking. So therefore, here I'm gonna introduce you to my first guide of the quest, Ryorinin no Joshu. こんにちは皆さん。今日は僕の方法に料理人の助手というクエストをクリアすることを教えたいと思います。クリアしたクエストと必要なスキルがありません。前に集めたものもありませんよ。このクエストをスタートできる場所は、ラムブリッジという町の城の台所です。ここに料理人に話しましょう。最初の選択を。それから西に走ると裏口から出て次に北に走りましょう。麦畑が見えるはずです。この麦畑を履いてください。ここに麦の束を1本入れておいておきましょう。その後ここ出て東の道に北に走ってこの屋さんに話しましょう。最初の選択は1番目。あとは2番目。次西にあるはしごで3階に登りましょう。ここにまず北のほっぱに麦の束を入れておいて、それから南のコントロールを引いておいて、それから1階に戻りましょう。落ちらないようにお気をつけて。1階に戻りましたら、テーブルの上にポットがあり、拾って、粉を入れましょう。材料2番目を集めましょう。まず、ここに出て、交差点まで南に走って、そして東方向です。その農場に材料2番目があり、北西に巨大な卵を拾いましょう。この卵を落とさないでください。割られたなら。うるさい。何？ A few moments later。次道に戻って東に走り続きましょう。橋が見えれば渡してください。川の東に最後のケーキの材料を集めれます。この牛の牧場を履いてちょっと北東を走ってバケツを入れて、隣の牛に使いなら最後の材料をゲットした。
さあ、南に走ってクエストをクリアために料理人に戻りましょう。料理人の助手というクエストをクリアことをおめでとうございます。ご褒美はクエストポイント1つ、料理の経験値300つと500円とサーディン20つ。動画を見てありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。